おい。Ladies and gentlemen, ついにあの堂島の竜がこのリングに帰ってきました。親殺しと言われた10年、その屈辱を乗り越え、この町の危機を救い出した伝説の男、前年度地下闘技場メイン王者桐生一馬。対するはこのトーナメントで今一番旬な男、勢いに乗るブラジルの超新星ロブソン・カエタノ・ダ・シューバー。さあ、1年という時を経て戻ってきたチャンピオン、戦いの女神はどちらに微笑むのでしょうか。今ゴングです。こちらも帰ってきた伝説の男です。1年前までこのリングに君臨した絶対王者、ゲイリー・バスター・ホームズ。奇遇ですね、キリュウさん。そうくんしと安楽氏、お好みは？相変わらず日本語分かってねえな。伝説の極道 vs 伝説の元王者、注目の一戦、今ゴングです。フィニ
だけは読めねえな。さあ今度は正々堂々勝負しようやないか。今ゴングです。
さすがキルちゃんや。相変わらずごっついな。約束だ、登場会に戻ってくる。まあ祝いの酒でも飲みながらゆっくり話そうや。おい。おう。いや。あ？うん。お？ああ。ああ。ああ、何？あんた寺田を信用してなかったのか。せや、やつは周りで言うほど立派な極度やなかったわ。どういうことだ。寺田は自分の言うことに従うイエスマンしか周りに置かんかったんや。俺や柏木のおっさんとかの御三衆は真っ先にのけもん扱いにされた。柏木さんも。そうや、若頭代行なんぞ言うとるが実際はお飾りや。ミレニアムタワーにでっかい事務所作っても寺田の命令なしには一切動くことはできんかった。俺はそんな寺田のやり方に嫌気がさして組み割ったんや。まさか寺田がそんな男だったとは。まあ人の腹ん中までは探れへんちゅうことや。ケルちゃん、人を信じるのもええけど気ぃつけなあかん。またかいな。連中もしつこいな。なんだこの警報は。現場に不審な侵入者が出た時に鳴るようになっとるんや。最近そういう輩が多くての。一体何なんだそいつらは。うちのカムロ町ヒルズ計画を奪い取ろうとしてる連中や。ヒルズ計画を奪い取る。親父、大変です。またやつらです。どうしましょう。そんなん
追い払うに決まっとるやろが。また人暴れするで。準備しとけ。はい。うちに何度も喧嘩売るとは、度胸やないかい。ほう、結構おるやないか。敵さんも本気出してきたの。でどうするんだ。この人数相手だ。何か策はあるのか。決まっとるやろ。片っ端からぶん殴るだけじゃ。ぬう西田。はい。なら俺も手伝うぜ。キリュウちゃんも。ああ、やった、キリュウさんがいれば100人力ですよ。よかったっすね、親父。いや、あかん。え？これはうちが仕掛けられた喧嘩や。関係ないキリュウちゃんは手出し無用や。でも。うるさいわ。とにかく手出し無用って言うたら無用なんじゃ。それとも何か、わしらだけじゃ奴らを倒せんとでも言うか。いや、そんなつもりじゃん。事情は分かった。だがそれでも俺は手伝わせてもらうぜ。あ？なんでや。兄さんはさっき困ってる俺に手貸す約束してくれたじゃねえか。それなのに俺が兄さんが困ってる時に手貸さねえわけにはいかねえだろ。あんたの男気に応えてんだ。悪いがもう断っても無駄だぜ。俺がそういう男だってことあんたなら十分知ってんだろ。しゃあないの。なら桐生ちゃんには手出さずに手貸してもらおうかの。どういうことだ。桐生ちゃんには現場監督になってもらうわ。現場監督？そう、現場監督や。マジマジャパンの桐生監督や。全然話についていけないんだが。実はの、奴らの目的はわしらを倒すことやない。うちの施設を破壊することなんや。施設を？そや、うちの施設ぶっ壊してヒルズ計画頓挫させて最終的に奪い取ろうっちゅうんが奴らの狙いなんや。なるほど。なら施設を壊されずに奴らを追い払う必要があるわけか。その通りや。せやけどわしらは防衛戦が苦手でのつい目の前の連中殴るのに夢中になって施設守るのを忘れてまうんや。せやから桐生ちゃんには施設を守りつつ奴らを追い払えるように全体を見て指揮してほしいんや。そういうことか。だがそんな経験ないからな。わしの男気に応えてくれるんやろ。しっかり頼むで。全ては監督責任やからな。わかった。親父、やつら来ますよ。ちょっとや、行くで、キリュウちゃん。おう。マジマ建設、業務開始や。親父、ひき肉にしてやるよ。
どこを守るか。準備はいいか。このまま守りきれ。守りきれ。調子だ。守りきれ。真島建設、本日の業務は完了だ。いい戦いぶりだったぞ。これで片付いたかな。やるやないか、桐生監督。采配やったで。なかなか難しいもんだな。ブラボー。いやー、やっぱいい会社じゃん、真島建設ってさ。
お、あんた誰だい。初めて見る顔だな。キリュウだ。お前こそ何者だ。おっと、自己紹介が遅れました。武藤刑事、武藤不動産って会社の代表だ。武藤不動産、まあこの辺ではそこそこ有名な会社でね、真島さんにヒルズ計画を譲ってほしいってお願いしてんだけど、なかなか OK してくんなくってさ。ということはこいつらが。ああ、うちを狙っとる連中や。真島さんも堅物だよね。いくら金積んでも OK してくんねえんだもん。お前らに触れてやるようなカムロ町ヒルズはないわ。ふーん、まあそっちがその気ならこっちは強引にやるだけだけどな。なあ蝶野。ああ、俺のパートナーの蝶野だ。この辺で一番でかいカラーズっていうギャングチームを束ねてる。よろしく頼むぜ、真島さんに。キリュウさんだっけな。建築会社の一つや二つ、うちの下っ端連中だけで処理できると思ったんだが、とんだ勘違いだったな。あんたらなかなかやるじゃねえか。肩着にしとくのはもったいねえぜ。そうだな。あ、もしよかったら知り合いのヤクザ紹介するぜ。転職するか。残念だが間に合ってるんでな。あ、そう、まあいいか。今日はご挨拶もできたし、もう帰るか。ああ、こんな助っ人が出てきたんだ。こっちも何かしら策を打たねえといけねえんじゃねえか。策ねえ、例の三銃士にお願いするか。俺は好きじゃねえけど。三銃士、地上げ三銃士、聞いたことねえか。そんなん聞いたこともないわ。うん、あんたも建築会社の社長ならそれくらい覚えといた方がいいぜ。まあすぐに会えるかもしれねえから、楽しみにしとけ。もう帰ろうぜ長男、腹減っちまったよ。おう。おい、真島建設。ああ、遊びはこれまで、次はマジで行かせてもらうからな。ふん、上等だ。こっちも本気で行かせてもらうで。三銃士だかなんだか知らんが、まとめて相手したるわ。はははヒルズ計画は金のなる気、お前らなんかには荷が重すぎんだよ。覚悟しとけ。お前ら、いたきたにしてやるから、覚悟しとけよこら。すまんのケルちゃん、面倒なことに巻き込んでしもうて。兄さんには世話になってるんだ。これくらいお安いご用さ。あんな連中にヒルズ計画の邪魔させねえ。帰り討ちにしてやろうぜ。そやな。なんや、久々にキルちゃんと共闘できると思うと、キーとばかりワクワクしてきたわ。よっしゃ、このカムロ町ヒルズ予定地に奴らの血の雨降らせたるで。キリュウ監督率いるマジマジャパン本格始動や。すみませんね、三銃士の皆さん、今日はお集まりいただいて。おう、お前らが俺たちを誘うなんて珍しいじゃないか。てっきり嫌われてるかと思ってたのによ。
嫌ってるなんてそんなわけないじゃないですか。大先輩方尊敬してますよ。そんなことはどうでもいい。早く用件を言え。天竜さん、相変わらずせっかちだな。今日お集まりいただいたのは他でもない、田室町ヒルズ計画の奪還にご協力いただきたい。田室町ヒルズ、おお、いいじゃねえか。カニの匂いがするな。なんだそのなんとかヒルズってのは。そんなに儲かんのか。西公園の跡地にでかい商業ビルを建てるって計画だろ。あれを奪還できたらそれこそ僕じゃ済まねえぞ。ほう、いいじゃねえか。その計画ぶんどっちまおう。そうしたいのは山々なんですが、ちょっと問題がありまして。問題？長野山党が俺たちに頼むっていうことは、相手が一筋縄じゃいかねえ連中ってことだろう。さすが天竜さん、その通りです。ヒルズ計画を受け合っている真島建設、その社長真島五郎、こいつは元東条会の幹部で島野の狂犬と言われる武道派だそうで。へえ、そんな奴が建設会社なんかやってんのか。人生いろいろだな。おい、そしてその真島の側近桐生一馬、こいつはなんと東条会四代目会長、堂島の竜と言われた伝説の極道です。桐生、どうした天竜。いや、何でもねえ。要はその桐生ってのと真島ってのが手に負えないから俺たちに何とかしてくれってことか。さすが長州さん、その通りです。こいつらをぶっ倒して田室町ヒルズ計画を奪い取る。ヒルズは金のなる木、報酬はいくらでも出させてもらいます。お願いできませんかね。俺はやるで。金なら何でもやる。それが俺のスタンスだからな。それに堂島の竜とかいうやつも気になるしな。一応俺もドラゴンと呼ばれてる男だからよ。おお、ドラゴン対決か。そりゃ楽しみだな。長州さんは最近ちんけな案件ばっかでな、歯応えのある相手を探したんだよ。堂島の竜に島野の狂犬、面白そうじゃねえか。革命戦士と呼ばれた俺がそいつらに世の中の厳しさを教えてやるよ。天竜、お前はどうする。最近地上げはやってねえって聞いたけどよ。お、そうなのか。まあな、だがキリがいるってんなら話は別だ。その話乗らせてもらうぜ。決まりですね。よし、それじゃあ地上げ三重師の皆さん、よろしくお願いします。一番先にヒルズ計画を奪い取ってくれた方に報酬を差し上げますんで。兵隊はうちのギャングチームの連中を好きに使ってくれて構いません。いい結果を期待してます。ふん、誰に向かって言ってんだ。俺が失敗するわけねえだろ。早速準備しねえとな。お前らには悪いが、報酬は俺がいただくで。うん、キリュウ、カズマ、
Hmm.
せい。あんたの下につきてんだ。俺も一緒に戦うぜ。
見てる。何見てるんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
何？
何？しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。
うまいな。ありがとうございました。取らせやがって。どちらまで行かれますか。それでは。
い。まで行かれますか。それでは出発いたします。何見てんだ。止まれ。中だろ。てめえ待て。手間取らせやがって。何？おい。やんのか？おい！
時間食っちまった。どちらまで行かれますか？それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。取らせやがって。
12時を過ぎたわよ。堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？何のんびりしてんのよ。行かなくていいの？なあ、お前は怖くないのか？何が？隠された自分の過去を調べることだ。どうしてそんなこと聞くの？実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。え？1年前に知った。両親を手にかけたのは、俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。それがさっき言ってたあなたの過去なのね。俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。だがあんたはどうだ？私だったら、両親を殺した人間を知ったら、それがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。正直怖いわ、過去を知るのって。でもいいの、それが私が選んだ道だから。そうか、なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて登場会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた登場会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、そん時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう？そうね、そうするわ。どこへ行くんだ？仕事よ。仕事？あなたの身辺保護さ、行くわよ。